大洪水のさなか、マヌと七人の賢者の乗る船が、松屋によって守られている場面マヌは、インド神話の登場人物である。彼は、全生命を滅ぼす、大洪水を、ビシュヌ人の助けで生き延びたとも、洪水後に、人類の始祖となったとも伝えられている。リグベーダによれば、マヌは、最初の祭祀者と言われるビバスバットの子である、ヒンドゥー教の聖典である、プラーナ文献では、 太陽神ビバスバットとサンジュニアの子であるため、マヌはバイバスバタマヌと呼ばれる。ビシュヌプラーナでは、父は太陽神スーリア、母は創造神ビッシュバカルマンの娘サンジュニアだとされ、兄弟に双子のヤマトヤミーそしてアシュビン創ンとレイバンタがいる。バイバスバタマヌはアーディティア神軍の一員ともアヨーディアの初代の王とも言われている。マヌと大洪水の物語について、 ブラーフマナの神話を伝える、シャタパタブラーフマナでは、以下の内容で語られている。ある時マヌが水を使っていると、手の中に小さな魚が飛び込んできて、数年後に大洪水で人類が滅亡するが、私を飼ってくれたら洪水の時にあなたを助けると話した。マヌはその魚を飼い始めたが、魚が時期に大きくなったので海に放してやった。数年後に大洪水が起こり、 マヌが魚の残した助言に従って、船に乗り込むと、魚が近づいてきた。魚の角に船をつなぐと、魚は、北のヒマーラヤの高い場所まで船を運んだ。マヌが船を降りた場所は、マヌの降り場、マヌの降りたところと呼ばれている。このようにしてマヌは、全生物を滅ぼす。大災害を生き延びることができたが、地上で、唯一の人間となってしまった。マヌは子孫を得るべく苦行を重ね、 水に供物を捧げる祭祀を続けた。一年後、水の中から一人の女性が現れた。ミトラガミとバルナガミが彼女を見染めたが、彼女は自分はマヌの娘でありマヌの元へ行くと言って去った。その後彼女はマヌに会い、あなたが水に捧げた供物から生まれたと話した。マヌと女性が子祖となって、再び地上に人々が溢れたという、マヌと大洪水の物語は、 マハーバーラタでも語られている。魚はブラフマー神の化身で、地上に再び生命を溢れさせるようにとマヌに語った。大洪水のさなか、マヌと七人の賢者の乗る船が松屋によって守られている場面堂時代が下り、プラーナ神話を伝えるバーガバタプラーナでは、魚はビシュヌ人のアバターラの一つ、松屋とされ、マヌは王戦先やブラタに対してビシュヌが与えた。 称号とされた。ブラフマー神の一日の終わる頃、太陽神ビバスバットの子で、シュラーッタデーバと呼ばれるサティアブラタが苦行の日々を送っていた。ある時サティアブラタがソレイに水を捧げる儀式を行っていたところ、手の中に小さな魚が飛び込んできて、大きな魚に食べられないように私を守ってほしいと言った。サティアブラタはその魚を瓶に入れて飼い始めた。 時期に魚が成長したため池へ移し、その池にも余るほど成長したので湖へ、そして海へと移していった。ここに至ってサティアブラタは、その魚の正体がビシュヌガミだと気づいた。魚はサティアブラタに7日後に大洪水が起こることを教え、船を用意するから7人の賢者とすべての種子を乗せるようにと告げて、姿を消した。7日後に大洪水が起こり、 サティアブラタが魚の助言に従って、船に乗り込むと、ビシュンヌの化身の一つ、格のある魚、松屋が近づいてきた。サティアブラタは、ジャオーバースキの手で、松屋の角に船をつなぎ、このようにして彼は、世界の鬼滅を生き延びることができた。松屋の語る言葉によって、真理を悟ったサティアブラタは、次のカルッパ、すなわち現在のカルッパを生きるバイバスバタマヌになった。なお、 バーガバタプラーナでの大洪水は、カルパが終わるたびに起きては世界を一時的に鬼滅させる、洪水とブラーフマナ神話での大洪水とを結びつけたものだと考えられている。プラーナ文献によるとマヌは14人いるとされる。14人のマヌとは、の14人である。カルパの終わりに、世界は鬼滅するとされるが、カルパは全部で14基あり、そのためそれぞれに1人の人類の相マヌが存在する。 また一人のマヌの生存期間をマヌ・バンタラと言い、それぞれが天の1200年、人間界の432万年に相当するとされる。現在のマヌは第7のバイバスバタマヌであり、太陽神ビバスバットの子であるビシュヌ人が救ったのはこのマヌとされ、彼からイクシュバークをはじめとする消化が誕生したと説明されている。第1のスバヤムブバマヌは、 ブラフマー神の息子とされている、スバヤムブバマヌの述べた協議をまとめたのが、マヌ法典だとされており、彼から始まる7人のマヌの名前が記されているという、ありがとうございます。